はい、本間俊彦ライディングチャンネルやっていきたいと思います。寒くなってきて、寒い、冷え性なんですよ。実は僕冷え性なんで、手と足が冷たいです、よくね。ちょっとね、この頃、ちょっとゴルフに頭が集中しててね、なかなかアップできないんだけど、そのゴルフつながりでまたちょっと話をしていきたいと思うんだけどさ、先日、ゴルフ場で、知り合いになった方に、YouTube 見てるよって言われて、そこで質問されたんだね。開発ライダーとテストライダーの違いって何って、パッと言われたんで、ゴルフしながらだったんで、あまりね、うまい説明ができなかったんですよ。で、ちょっとあれだと、説明不足だったなっていうところがあったんで、そこをちょっとね、みんなもね、テストライダー、俺は開発ライダーだとか言ってるけど、何が違うのっていうところをもうちょっとわかりやすく、説明した方がいいのかなっていうところで、今日はちょっとこうやっていきたいと思うんですけど、僕、その人にね、なんて説明したかったら、簡単に言うと、テストライダーは、いい悪いがで、判断できて、開発ライダーはオートバイが作れるんですよ。へーで終わっちゃったらね。へーって、目見てたらクエスチョンだったんで、でそのままプレイ、ゴルフやってたんでね、ゴルフ、やってったの、進めてっちゃったんで、そんな話は終わっちゃったんだけど、それ、これでなんかピンとやっぱ来ないんだろうなっていう、ちょっと説明が悪かったなっていうところで、これね、料理に例えるとね、また料理だよ。料理に例えると、テストライダーっていうのはね、世界一の試食や、美食家なんだよね。要するに、舌の感覚がすごく良くて、これが美味しいとかね、これがこういう風に美味しいとか、こういう味だっていう、違いもすごく、ちょっとした違いも判断できるし、すごいいい舌のセンサーを持ってて、判断できるのがやっぱりテストライダーなのね。で、じゃあ開発ライダーは何かっていうと、同じように、美食家っていうか、すごい舌のセンサーは同じように持ってて、しかも、結構腕のいい料理人ぐらいの料理を作る知識を持ってるのね。ちょっと違うでしょ？みんな、ご飯食べに行ってさ、美味しいものいっぱい食べてさ、わ、これ美味しいわ、これ美味しいわ、でも作れないでしょ？その料理は。だけど、僕は、開発ライダーは、これ美味しいなって言ったら、食べてて、これとこれが入ってて、これ多分こういう風に作ってるだろうなっていうのが頭に浮かぶわけよ。ね。で、その差がすごく、やっぱり開発ライダーとテストライダーの差があるんだけど、で、これを踏まえて考えるとね、古いライダーしか僕頭に浮かばないけど、ロシだって、だにしてもね、結局は食べてるだけの人間であって、やっぱり作ることは勉強してない。マルケスでもそう。今の KTM や、アプリリアや、ドカッティのテストライダー、もちろん現役ライダーも作ることはね、全く、って言っていいほど勉強してないんだよね。やっぱ違うことじゃん。で、レースって判断ができればいいの。これが、いいとか悪いね。美味しい、まずい、美味しい、まずいで、セッティングってできてくるわけよ。いい悪いで。で、それはセッティングはできる。けど、作るってなると、本当にやっぱり違う知識が必要になってくる。そこを、僕は、じゃあ、いくつからそれを勉強したんだって言ったら、もともと僕、親父がそういう修理系が得意だったから、そういうなんか、物理的なことって興味あるのね。で、1988年に僕250で全日本チャンピオン取った時に、にはもう勉強してた。もうなんでかっていうと、当時ね、メカニックの方一人いるんだけど、ゴッドハンドなわけよ。もう、言うことはすべて直してくれる。もう全部良くなる。もう悪く、もう、良くな、あとね、解決しなかったサスペンションセッティングがほとんどないね。で、それが、
そのゴッドハンドが手にもうすごく興味があって、その例えばピットインしてね、止まんないとか、あそこの3コーナーのブレーキングが止まんないって、止まんないっていうのに他のライダーに比べたら突っ込めないってことでね、止まんないって言ったら、なんで止まらないのっていうことから聞かれるわけよ。要はリアがリフトするって言って、リアが暴れちゃう、そっか、じゃあ、分かったっていうことで、いろんな質問をされて、で、それに答えると、変えてくるわけよ。で、今度それに対して、あ、ブレーキングがちょっと良くなったけど、5コーナーの立ち上がりがこうなった。なるほど。じゃあ、今度こういう風に変えて、いろいろさて変えていくわけよ。その時に、ライダーってね、あんま深く聞かないんだよ。その、なんで、そうしたのって。例えば、リアサスを、柔らかくしたとか、フロントを硬くしたとか、リアの圧をかけした、ぐらいしか聞かないわけよ。どういう風に変えたんですかって言ったら、フロント硬くしたって。イニシャルでとか、圧減衰を変えたとか、圧減衰の、こういう高速、中速を上げたとか、低速を上げただけとか、っていう風しか、ふーんで終わっちゃうんだけど、僕はそこを深くすごく聞くわけよ。なんで、高速変えたら、中速を変えたら良くなるのって言ったら、いやいや、ボトムする、サスペンションのね、ブレーキングでボトムするスピードはね、低速でしょって、え、なんで高速じゃないのってピャンって入ってくじゃんって言ったら、いやいやいや、高速っていうのは、ギャップをね、何百キロってギャップ拾った時に動くサスペンションが高速で、ブレーキングかけた時のビュッて動くスピードなんて、そんな低速もいいとこだよっていうのが分かったりね。その、これってね、意外に、国際A級になってバリバリになっても分かってない人いっぱいいるし、そういうところを自分が思い込んでたこととまた全然違ったとこっていっぱいある、あったわけよ。で、そこを聞いて、だからもう21にはそういう勉強をしだしたわけよ。ね。で、28かな？あ、26ぐらいに開発ライダーになったから、またそこからもどんどん勉強してったわけよ。で、その、要するに、作る、なんていうの、その、サスペンションを変えることによって、オートバイがどういうことが起きるかっていうことを、どんどん、勉強してたわけね。だから、作ることができるのが開発ライダーなのね。で、その勉強してるライダーってね、いない。はっきり言って。現役の頃は、僕、みんな見たけど、そんなとこ、興味ないもんね、みんな。何みんな現役のライダー興味あるかって言ったら、どうやったらタイムが出るか、どうやったらあとコンマ5秒縮まるか、あとコンマ3秒縮まるか、で、このオートバイが行く末どういう形になっていくと人間って乗りやすくなるんだろうなんて考えないもん。その場、次のレース、この今のレース、どうやったら速くなるんだろう、どうやって速くなるんだろうっていうことにずっと、まあ終わそう、そう終われるわね、やっぱりね、その勝つことが仕事だから。で、ある日、勝てなくなって、はい、開発ライダーって言われてもさ、やれるわけないよ。で、そこで日本が、その、蓄積されたね、その、料理を作るっていうノウハウが、消えちゃったんだよね。で、まあ、鈴木もちょっと残ってるし、ヤマハもちょこっと残ってるし、ホンダは結構チャレンジャーだから、の残ってないのかもしれないけど、でもまあ、この間、この頃ちょっとマルケスが、ちょっといいけどさ、まあ、その、いいって言ったって、もう、ぶち切れ勝てるような良さはないよね。まあ、その辺は消えていっちゃったね。結局、料理の作り方が、わかんなくなっちゃった。で、本当にさ、その、料理を作れるか作れないかっていうのが、すごく微妙なところで、もう世界一のものっていうのは、本当に微妙なところなんだよ。で、例えば、ケーキを試食しましたと、世界一の人。もうちょっと甘い方が美味しいと思うって言って、じゃあ、よし、わかったって言って、砂糖を入れると、いや、これちょっと甘くなって、よくはなったんだけど、ちょっと一個食べれなくなっちゃったって、甘さが強すぎて。じゃあもうちょっと、さっきより入れてるよ、ちょっと控えるかって言って、まあ、さっきぐらい砂糖の方が、甘さがあった方がいいんだけど、でもまあ一個食べれるって言ったらこのぐらいの甘さなのかなっていうところが、まあその、料理、ケーキをよく、
まあ料理っていうか、そういう作ることを詳しく知らない人がそうなっちゃうね。だけど僕だったら、例えばの話よ、これ。もうちょっと甘くしてほしいって言って、僕も味見して、あ、これは塩だなって思うわけよ。ね。塩ちょっと入れることによって、甘みを強く感じるようになるから、あぐむことなく一個食べられる美味しいケーキが作れるわけよ。そういう塩の全くな、もっと甘くしたいのに塩入れるっていうことをバイクでもやんなきゃいけないわけよ。で、この塩っていうものは何かっていうとね、例えば、海鮮のスープがあるよね。そういう魚介類のスープ。飲みました。ね。あ、これちょっと、魚介類の味しないからもっと、ケチらずに魚介類入れてよって言った時に、僕が味見する、したら、あ、これも塩が足んないなって思うわけよ。なんで塩が足んないかって思うかっていうと、塩って、他の味を感じさせる、ものを持ってるわけよ。人間の舌を。塩入れることによって他の味が感じれるようになるの。だから人間って料理に塩入れるようになったんだと思うんだけど、そういうことを、現役のライダーって知らないわけよ。もう、現役のライダーも知らないし、早く走るだけのことをやってたライダーは知らないわけよ。ね。そこを、どんどん僕は塩だったり、まあ、いろんなことであったり、いろんな、ね、深く、勉強してた。から、僕は作れる。多分、ただ一人、地球上でただ一人、作れるライダー、ライダー、まあ、ライダーだな、乗れる、乗れって言えば乗れるんだけど、レースは出ないよ。乗れるっていうところで、唯一判断できる、乗って判断できる地球上最後の絶滅危惧種だよね。そういうことです。以上です。